僕の動きについてこれるかな。はい、どうもこんにちは、忍者です。今ね、羽田空港の方におります。これからね、中央アジア行ってみたいと思います。こちらがですね、羽田空港のね、なんちゃら横丁みたいな感じですね。江戸時代みたいな感じですよね。橋がありますね。この下でね、空港泊とかできますね。こちらが羽田日本橋です。いや、なんかね、浴衣着てくればよかったですね。下半身に切れ味鋭い日本刀を隠し持っている忍者ですけども、これからね、ゲートの方をくぐっていきたいと思います。忍者 .com。 一応ですね、中央アジアなんですけど、ちょ、韓国経由でね、向かいますね。はい、今ね、チケット無事ね、取ってきました。はい、カザフスタンアルマトイまでのね、チケットはね、アシアナ航空で韓国経由、片道6万ぐらいでした。はい、出発ゲートめちゃめちゃ混んでます。今ですね、無事、出国審査、手荷物検査を受けることができました。いや、もう今ね、夜の12時ぐらいなんですけど、めちゃめちゃ眠いっすね。もうね、忍者はね、もう10時ぐらいにはね、もう寝てますんでね。はい、じゃあこれからね、いつものように無料水探しに行きたいと思います。NHK 忍者.com。 無料水はね、この148番、9番左行ったところにありますね。まあ他にもあるとは思うんですけどね。無料水発見です。はい、じゃあ無料水いただきます。うん、うまい。忍者しゃべり。番組の途中ですが、ここで忍者ショッピングのお時間とさせていただきます。今回紹介させていただく商品はこちらです。忍者バイシクル。フレームにはご存知、ドイツシュバインシュバーク社製のジュラルミンを使用、徹底的な軽量化が施されている。同時に強度、剛性の確保に関しても一切妥協なし。こちらの商品はですね、お値段の方が98万9800円税抜き、送料別となっております。お支払いの方は現金、 US ドル、ユーロ、タイバーツ、各種クレジットカード、ビットコイン使用可能となっております。なお、ジンバブエドルは使用不可能です。環境問題、ガソリン価格高騰、買うなら今しかありません。購入希望の方は忍者オフィシャルウェブサイトにてよろしくお願いいたします。それでは引き続き番組の方お楽しみください。忍者しゃべり。洗練されたフォルム、良心的な価格設定、固定概念にとらわれない商品展開。忍者のチャリ散歩。忍者.com。今回の旅なんですけどね、韓国経由でね、カザフスタンアルマトイの方に向かっていきます。今ね、プレイルームで遊んでます。深夜1時韓国ソウルまでぶっ飛んでいきたいと思います。
今ですね、朝の4時、韓国ソウル、インチョン空港到着しました。一応ね、カザフスタンまで、トランジットで6時間ぐらいあるんですよね。ですのでね、適当にね、ちょっと場所見つけてね、ちょっと仮眠取りたいと思います。一応ね、韓国はですね、確か10年以上前ですね、歌のガンダムスタイルって流行ってたじゃないですか。あれが流行るちょっと前ぐらいにね、一回来たことあるんですよね。で、クラブでね、ちょっと酒飲みすぎてね、ちょっと嘔吐した経験がございます。忍者です。おっぱいガンダムスタイル忍者 .com。忍者 .com。 待ち時間ね、6時間もあるんでね、市内の方出てもよかったんですけど、あいにくね、そこ土砂降りですわ。土砂降りですね。天気悪いっす。コリアンアンしてもよかったんですけどね。コリアンアン。忍者 .com。 昔ですね、バックパックやる前、スーツケースでね、結構ヨーロッパ行ってたんですけど、その時ね、経由でね、こちら、インチョン空港利用しておりましたね。なかなかね、でかい空港です。はい、ということでね、約6時間待機しましてね、これからカザフスタン、アルマトイの方にね、ぶっ飛んでいきたいと思います。アシアナ航空とエアアスタのね、共同便ですね。はい、それでは行ってきます。アルマトイに着きましたね。ソウルからね、7時間ぐらいです。こんな感じでね、両替していきたいと思います。なんかね、ネットだとね、日本円両替できないって書いてあったんですけど、できるっぽいっすね。とりあえずね、こちらのイエスとかってとこで両替します。両替でね、2万円分を変えて6万テンゲになりましたね。カザフスタンの通貨はテンゲです。こちらが空港ですね。空港の方出ました。一応ね、公共バスあるらしいんでね、ちょっと探してみます。結構コンパクトっすね、アルマトイ空港。空港出てね、ほんと直線で 100m ぐらいのとこバスありましたね。バス停マークあります。で、前方にね、92番止まってますね。92がね、中心街行くらしいっすね。ちょうど92いました。はい、じゃあこちら乗っていきます。はい、バスはこんな感じです。運賃はね、ちょっと運転手言葉通じなかったんで、コインですね、100あげたらなんか言っていいよみたいなことで言われたんで、100なんで30ぐらいですかね。ということですね、バスに揺られて、30分ぐらい、中心地の方に到着しましたね。これからね、バンコク100バーツ宿で、出会った M さんのね、おすすめの宿の方歩いて向かっていきたいと思います。 M さんの方がね、一足先にね、カザフ入ってまして、今ね、キルギスあたりにいるらしいですね。はい、でね、バスなんですけど、なんか隣に座った人がすげえいい人で、SIM カードとか忍者買わないんですけど、なんか Wi-Fi 教えてもらって、いろいろね、情報を仕入れることができましたね。幸先いいスタートですね。めちゃめちゃいい人ですね、カザフ人。あとはね、なんか女の子もね、なんかロシア系の人かな、結構綺麗な人多いですね。ちょっとテンション上がってきました。忍者です。忍者 .com。 カザフのね、アルマトイこんな感じっすね。なんかね、やっぱ道がでかいっすね。昔モルドバ行ったことあるんですけど、なんか雰囲気モルドバっぽいっすね。
いや忍者ね、キリル文字読めないですよね。アゼルバイジャン行った時に、まあ、宿、まあ、ドミだったんですけど、あのジャスティン・ビーバーに似てるカザフ人がいたんですよ。でそいつがね、なんか俺こんな可愛い子と遊んでんだぜって画像見せてくるんですよね、いちいち。この画像を見せた後にタバコくれって言うんですよね。その画像はね、まあ、結構可愛いんですよね、女の子は、うん、ただね、タバコくれって言うのがねうざいんですよね、毎回毎回。まあそんなエピソードがありました。忍者です。忍者 .com。 なんかキラキラした建物があります。これがオペラ座らしいですね。いや読めないっすわ。ウクライナとかベラルーシとか、まあ、モルドバとか、まあ、旧ソ連のね、まあ、国行ったっすけど、なんかねやっぱね言葉通じなかったね。なんか苦い思い出がねなんか蘇ってきましたね。やっぱね言葉できないときついっすわ。今7時半ぐらいなんですけど、そんな暑くないっすね、まあ、結構暑いっすけどカラッとしてますね。なんか湿度がないっすね。日本よりはね全然過ごしやすいかと思われます。そうそう、宿に近づいてるんですけど、前方にね山見えてきました。この辺だと思うんですけどね、ホステル。どこだろう。こちらですね、東京ホステル。下になんか南京って書いてあるんでちょっと嫌っすけど、穴開いててちょっと危ないっすね。まあ、ちょっとチェックインしてみたいと思います。今発掘中ですね。こんな感じになってます。ここがね宿の入り口です。この辺りがね共有スペースですね。はい、こちらがねシャワールームですね。一応ねホットシャワーも出ます。ここが女子ドミらしいです。キッチンこちらです。でトイレがこんな感じですね。なんか中庭があります。こちらのねホステルがですね一泊2900テンゲなんで約ね900円ちょっとですね。はいはい、現在朝7時。これからねアルマトイ観光してみたいと思います。いやね涼しいっすね。全然湿気がなくて、まあ、忍者はね暑さのね最高記録叩き出してるような場所住んでるんで、もうね快適すぎますね。てかもう寒いぐらいっすね。エアコン使ってませんから、ファンだけで耐えてます。 Realize 忍者 .com。こんな感じのね住宅街を進んでいきます。リスがいる。おーすげえ。あ、リス逃げた。昨日はね結構夜遅くまでね、まあ、共有スペースでねなんかアコースティックライブ盛り上がってましたね、めちゃめちゃ。はい、忍者シークレットアコースティックライブ。自由席32,000円、指定席42,000円、 VIP 席52,000円、残席あとわずか。詳細は忍者公式ウェブサイトにて。忍者 .com。 チャンネル登録者1000人以下、収益化してないのに勝手に CM をぶち込んでいくのが忍者スタイル。忍者 .com。 桜吹雪の売り上げ全額が忍者に寄付されるチャリティー T シャツ販売中。忍者 .com。 宿から30分ぐらい歩いてきてね、公園の方到着しましたね。何するにもね朝ですね、朝市前の朝のお散歩してます。
なんかね、でかいモニュメント見えてきました。はい、そしてね、前方に教会見えてきましたね。空とのね、コントラストも素敵ですね。なんかテトリスのね、BGM 似合いますよね、この教会。はい、そしてこちらがね、カザフスタンの民族楽器の博物館です。はい、こちらグリーンバザールですね。いや、市場っすね。果物とかいろいろ売ってますね。なんかめちゃめちゃでっかいっす。踊り出てきましたね。朝市みたいな感じですね。なんか腹減ったんで食おうかな。ハモサみたいなの買いましたね。こちらでね、300テンゲですね。約100円ぐらいっすね。天下ではございません。 ninja.com。 ちょっと塩辛い肉まんっぽい感じでうまいっすね。アルマトイのね、ランドマーク的存在のタワー見えますね。なぜかゲルみたいなのがあります。はい、カザフスタンはね、イスラム教徒のね、まあ、人口が多数占めてるらしいですね。アッラーは誰の神様なんでしょうか。俺の神様なのでしょうか。ninja.com。 そんな感じでカザフスタンアルマトイ観光終了いたしまする。一応ですね、2泊しました。カザフスタンアルマトイの宿、東京ホステルなんですけどね、思いっきりね、南京虫、まあ、ベッドバグやられましたね。もうめちゃめちゃ痒いっすわ。もう忍者ですね、もう何十回も、まあ、南京虫はやられたことあるんで、まあ、多少耐性はついてるんですけど、まあ痒いっすね。まあね、バックパッカーはね、まあ南京やれてなんぼってとこはありますよね。はい。後から聞いた話によると、先に泊まってました M さんの方もね、何かしらね、まあ虫になんかやられてた様子ですね。後から聞いた話なんですけども。まあそんな感じでですね、やっとね、東京ホステル、まあ看板の下にね、南京って書いてあった意味が理解できました。まあそんな感じでですね、忍者の体を張った動画、ご視聴の方ありがとうございました。それでは失礼いたします。NHK をぶっ壊す。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。